までも手つき節なんてどこなくて、バッターなのにこっちに定位置じゃなくてライン際に行ったから怒ったの。鈴木が調子いいって言ったらさ、打球がこっち行くからいいんだけどさ、今日調子悪いからさ、打球全部向こう引っ張られてる。だからポテンってないんだよ、今日調子悪い。おー、行っちゃったね、今日。そこへ飛ぶ。ここに立って多分無理。どういう人だ。今から撮ってただったら俺バイクだよ、どんどん行ける。ただ、最近うるさいんだよ、一回バイク中継切られた。出頭しなかったから点数が引かれた。出頭すると、なんつうの、点数も引かれちゃう。出頭しなきゃいけない。いや、出頭しなくても。出頭しないと振り込み用紙が送られてきて、そこに反則金払ってくださいって。出頭しない限り誰に切っていいか分からない。だから名前送られてくる。そうそう。だからでもその人が乗ってるかどうかなんて分かんない。免許証じゃ違う名前で、ナンバープレートで切符切られるから、そのバイクが誰が乗ってたかって分かんない。だから持ち主に来る。いない。ああ、それはみたいな。これもいいよ、なんか。ハンダ封鎖しようか、ヒールなんか。
回つけられたら多分それを外さなきゃいけないからダメ。シールみたいなやつ、多分こうカシャってやつじゃない。シール無視は。うん、住所どこに。だからそれはナンバープレートだから分かるじゃん、持ち主。持ち主。あ、持ち主。それはほら本当のこと言うとさ、はい、あそれで罪じゃん。実際は、まあ、バレないよ。水ありました。水ない。そこにあるよ。あの床グランドに水まくよ。相手のつけてんですか。相手のは多分、はい、見ないと思う。あ、で、いいです。で、いいですか。画像なかったで。検索するとさ、何件って出てくるの全然少ない。名前分かってもその人の俺が分かんない。その写真の人がその人がどうかも分かんない。ああ、仙道明夫ぐらいまで知ってみてるし。そんなマジに教えかがちゃん負けてんだよ、マジだ。惜しいよ。血も涙よ。血も涙の前はこうだ。つけてる。菊田さん
座った方がいいんだよ。もう最低俺全身守備すぎた。なんで抜かれたんだあれ。